茶お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 茶見えとる。斜め向いとるな。どこか。はい、どうも、かけです。やっほー今日はね、家に荷物が届いたから、それをちょっと開封しようかなと。家具なんやけど、新しい家具をね、買ったんで、それを紹介していきたいと思います。めちゃくちゃでかい。よいしょ。ドーン。なに、もう見たらわかるやな。これをね、ちょっと開けていこうかなと思います。これ2つ。昨日飲みすぎて眠いというのは置いといて、でもここの家具屋さんのいいところがさ、組み立てる必要がなくて、IKEA みたいにもう組み立てた状態で完成品で発送してくれるから、すごいなんか届いてからも楽、すぐ使えるからね。そういうのはね、ほんといいなと思う。よいしょ。住所とか映ってんの大丈夫かな。で、見てこれ、新しくさ、これ全然話変わらないけど、届いたジェントルモンスターのサングラス。じゃーん。横めっちゃ可愛くない？これやばいよ。なんか作りめっちゃ丈夫やねんな。なんか色もさ、ちょっと何色なんやろな、すごいなんか気色悪いっていうか、めっちゃおもろい色してない？はい。だからもうお家でもつけてるよいしょ。よし、まずはこっちかな。今回買ったのがね、椅子で2種類なんだけど、よいしょ。じゃーん。お、かわいい。これいいよね。なんかそう、背もたれがさ、いらんときあって、たまになんかとりあえずどっちも開けちゃうか、ね、ちょっと待ってな。ハサミ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 。このブランドがさ、ほんまに可愛くていつも買うんやけど、韓国家具みたいな。これどうやって普通でしょ謎すぎる。こっちか、反対向けて。可愛いかもこれ。行くで。じゃじゃん。開けていこう。後ろがさ、支えがなくてこの字になってるタイプの椅子やね。こっちも。こっちは背もたれがないやつ。可愛いね。普段はこれ。1年、2年前ぐらいに買ったこの椅子ずっと使ってたんやけど、これな、なんかネジ、この緩みが すごい、ここのネジがさ、緩みやすくて、で、ある時、もう一個あったんやけど、座った時にここがバキーンと折れて座れんくなったから、もうそれは処分しちゃったんやけど、そう、だから新しいの欲しいなと思って探してたら、すごいめっちゃいいなって買っちゃった。これいいよな。よいしょ。これは今度はベランダで使おうかなと思ってて、家の中ではこっちをね、メインに使っていこうと思ってます。よいしょ。
レクサ電気つけて。はい、ということでちょっと並べてみたんですけど、どうかな。すごい可愛いよ。やばくない？なんかね、自分の家に合うというか、黒のね、この感じ、この感じわかる？木のウッド調の椅子なんですけど、こっちの方が明るいから見やすいかな。そう、可愛い、ね、こっちもすごい座りやすいし、思ったよりなんか後ろのこの支えがないから座った時にちょっと沈んでくれるよね。それがまた気持ちいいというかね、心地いい、座り心地よかった。あとはまあこのお花、これからはこの子たちをたくさん使っていこうかなと思います。なんかまたもう一個ぐらい椅子増やしてもいいなとは思ったけどね。うん、3人座れたら、3人も来おへんからな、オレンジ来て1人2人、まあ来るか。友達家結構来たりするんで、まあ、その時用にねこれ買ってよかったなと思います。作業もこれで進むかなと思うんで、はい、もっと頑張ろうと思います。はい、という感じで、まあ、ちなみにこのお花、この花は友達が経営してるお花屋さんで、めっちゃ可愛くて、でそんなに高くないからぜひね行ってみてください。成城学園前やったかなにあるから、いいよ、よいしょ。ほんまにこのブランドなんだかハニーハンターでそんな名前なんですけど、ここのブランドマジで設置が簡単やからな、毎回買っちゃうよね。この後ろにある白の棚みたいなのもそこで買って、他にもいろんな家具を買ってるんで、また紹介します。なんか部屋の紹介とかもねまたできたらなと思うんで、まあ、それもしてみようかなと思います。はい、それじゃあまた。眠った。